はい、今平和の時にカメラ回してるんですけど、まあ、今週から試験週間ということで絶賛コバには距離置かれてるんですけど、やっぱそのやられっぱなしはいられないということで、僕も試験週間一着とか取ります。コバも取ってる中で、あいつに内緒でね、はい、この4年間で俺がいかにコスパよく単位取ってきたかをこの密着動画で皆さんにお見せしたいなって思います。はい、今日は池田四郎と飯を食ってます。はい、でお前小鉢多すぎひん小食か大食いなんかどっち冷ややっこ3つもあるやん。これ美味しい椿冷ややっこお前それぐらい椿冷ややっこやんお前。まあよろしくお願いします。お願いします。こんにちは。はい、ケツジャルふがき。やばいやばい。フィジカル当てて。もうじゃないよ。お前ってもう。やっと決まったでよん。パーティー。ルカキパントキックバリ飛ぶやん。おい。おい。おい。勉強は？明日からやるわ。よいしょ。ギンギン。今日は何ですか？明後日もテストあんねんけど、はい、別の熱比較がテスト前最後の授業やから。今までサボった分、情報収集しに行こうかなっていう。でも、もう4回生おらんのよね、次役って。だからちょっと億劫やな、今。おい。どうでしたか？めちゃくちゃ1回生と仲良くなりました。今までの課題の答えとか全部教えてもらって。マジ行ってよかった。あれ？来んの遅くね、お前。気づいたら午後4時。しかも前日ね。おい。池城も朝からやってる。うん、まあ意思あるからね。それで自分も俺たちやばい。まあ今日はでもエネルギー変換工学の言葉だけ考えて頑張りましょう。頑張ろうかお互い。そう、おい、ちょっと2時間ぐらい TikTok 見てた。おいほんま23分ぐらいしか勉強してない。じゃあほんま今からオールで詰め込むか。テストどうでしたか？テストは明日にとって。オールとか絶対やらった方がいい。ダンス部とかオール練やってるけど、普通に昼にみっちりやった方がいいよ。合わってるわ。めっちゃええがん。うわ。成長速度えぐい。練習効率カルノサイクル。座椅子の角度は格安工具会社どうも太鼓です。今日は今からゼミがあるんで研究室の、まあ、テスト前日なんですけど、まあ、行かないと先生に怒られるんで、とりあえずそれ行ってから明日に備えたいと思います。まあ頑張ります。いやあの教授加藤氏、言ってることやってること全然違います。与党なら政権交代です。これはマニフェスト全然違います。まあでも内容簡単やから、俺はそう4回生の専門とかでいろいろやってるから6割7割ぐらい取れてんけど、あいつらだって言ってよ。かわいそうあいつら。はい、レッドブルから翼授かったけどさっきタッキーに回収された最後です。まあこの試験週間因子勉強との兼ね合いも見ながら勉強を進めてたんですけど、まあその短事情により最後のテストは今回戦略的撤退とさせていただきたいかなと思ってます。あとね、さっきからずっと外ではもう雷ゴロゴロ鳴ってて、僕はもう今すぐ西脇を守りに行かないといけないんで、兵庫の。それではまた。はい、僕の試験週間密着動画編集してあげる前にちょっともう前期の結果出ちゃったんで、
あのついでにもう結果発表まで僕のリアクションとともにお届けしようかなって思います。まあ自信は 50-50 ということで、本当にまあ今ドキドキワクワクなんですけど成績見ていきます。クラシスやんな。いきます。やったのかこれを。F しかないです。マジ？基礎物理科学はすらも取れてない。やっちまったのか。うわぁ前期ゼロです。待って、前期学期 GPA 0.00。 もうやばいってこれ。4回高前期でこれはどうすんの。4回前期でこれやばいやろ。何台もうちゃうって。何台とかちゃうって。飛行機やばいやん。じゃあはい、正気を取り戻した最後です。まず今回のテスト不甲斐ない結果に終わってしまい本当に申し訳ございませんでした。いやー、まあこの動画見て最後結局何もかも中途半端やけってまあ思ってると思うけど、みんなまあ確かに中途半端やけど、まあ中途半端も貫けば光るから、俺にはそれを輝かしてくれる相方もおるし、まあみんなもそういう道具を見つけて自分のできることを貫いて輝いてほしいなって思います。ありがとうございました。テンテレデデンテンテレデデデンテンテンテン。